それでは次の試合を始めます。対戦者、前へ。おい、ボルト。どうした？試験は終わってない？いや、ちょっと息抜きしようと思ってさ。休憩はもういいのか？次の対戦相手は同じこの葉隠れの忍びである以上、気をつけていけよ。お、ではこれより10人選抜試験第7回戦を始めます。この葉隠れ、渦巻きボルト。おう、同じくこの葉隠れ、奈良しかない。両者準備はいいですね。それでは始め。けど、スキルと母ちゃんが怒んだよ。やってやる。バトルになると強えな。こいつ、やっぱ親の親だけに優先してやる。もう行かれねえ。やっかいな奴の母さん。ひょっ、あと水押せよ。食べる。どれも食らえ。やっさ、ひょっ、水やっさ、やった、行くぞ。やった、あたし、ほっ、やった、やった、やった、あー、行くぞ。ちょ、ちょ、へっ、いずい、へっ、へっ、へっ、強かったっけ？ふっ、行くぞ。よっ、あっ、水。いや、強かったことは間違いないが、なんか違和感あるんだよな。行くぞ。やっ、やっ、水。よっ、あたし、そこだ。やった。
決めさせてもらうぜ。勝負あり。やった父ちゃん、俺の強さにびっくりしただろ。まいった、ギブアップ。よっしゃ、勝者この葉隠れ渦巻きボルト。次もバッチリ勝ってみせるってばさ。どういうことだ。この試験では使用禁止のはずだ。リー、渦巻きボルトは失格だ。勝者はなら仕方ないと訂正してくれ。渦巻きボルト、使用禁止リングの違反により失格。お前は忍者失格だ。行くぞ。今は試験中、説教は後だ。後で説教。父ちゃんに本当にそんな時間があんのかよ。ちゃんと説教されてたら今こんな状況にはなってねえってばさ。そうなんですよ。片付け。ボルト君が優勝できなくて、本当は優勝してから発表しようと思っていたんですが。お集まりの皆様、このボルト君が使っていた科学忍具、失格にはなりましたが、ここまで彼を導いたのは
間違いな片付け。そこでご影様、田里の皆々様にこの素晴らしい科学人具の。みんな逃げろ。大丈夫か？もう一人？てめえら何者だ？でかいやつが大筒木錦式。そしてもう一人が大筒木桃式だ。巻物の暗号が解けたのか？ああ、ついさっきな。やつらについても記されてあった。狙いは分散したチャクラの実、つまりお前の中の美獣。カグヤが残した巻物には奴らがチャクラの実を奪いに来ることが記されていた。カグヤが白舌の兵を集めていたのもそれに対応するため。かぐやといい、その身をどうするんだ？タンを錬成するらしい。さよう、これさえあれば不老長寿、怪力乱心、思うがまま。どうなさいます？衣を汚したか。たまには体を動かす。喜べ下等生物、我の手により葬られることをな。サスケ。ああ、カグヤの城でお前を襲った奴はあいつだか。
戦闘力はかなりのものだ。気を抜くな。甘い。倍返し。行くぞ。見かけによらず、意外と執念深いやつ。任せよ。危ない。準備完了だ。甘い。この力、鍵は何だってばよ。かぐやと我を一緒にするな。端を食した我と奴で次元が違うぞ。会場の奴らはどうなんだ、ナルト。準備完了だ。大切なのはチームワーク。もうほとんどが逃げ出した。そろそろ決めちまうか。あと少しだけ持たせればいい。俺とサスケ相手にここまで、とんでもない奴らだ。粘りますな。うん。ならばこうしよう。
この苗床をきれいに整え直さねばならんか。狐、お前は死ぬのか。サスケ、あとを頼む。わかった。行くぞクラダ。なまってねえだろうな。バリタン、よかった、気がついたのね。ここは君の家だよ。俺のひまわりと母ちゃん、みんな。ボルトのお母さんとひまちゃんは病院で治療を受けてる。父ちゃんはどこだよ。七代目はみんなを守って、奴らに連れて行かれたよ。Ahem!